NPO 法人知的資源イニシアティブが開催するライブラリー・オブ・ザ・イヤーは県内では9年前に県立図書館が受賞していて学校図書館単独としては都高校が全国2例目です都高校の図書館は時代の変化に合わせて読書と学びの場をサポートする運営が評価されましたコロナ禍での休校時には

医学部を志す生徒向けに医療関係者が進める本のコーナーを設けたり幅広い分野で活躍する卒業生らとの座談会を開いたりとちょっとした出会いで人生が変わることもあると外部と連携しながら生徒たちのためにさまざまな企画を作り上げています。授業に役にに役立つととのははまず第一でであるんですけどそれ以外にも趣味かかスポーツとか もしくはその悩み事とかそういったことであの図書館が何らかのまあ本とか企画なりで役に立ったらなということであのさせてもらってる。